西の表市・マゲ島へのアメリカ軍の訓練移転計画に反対する住民らが、八板俊介市長に対するリコール・会食請求を行うための団体を発足させました。八板市長のリコールを目指す住民らが発足させたのは、市長に辞任を求める西の表市民の会です。昨日行われた発足式には、移転計画に反対する住民ら13人が集まり、 まげしま基地整備計画に不動意を掲げて当選した八重田市長の姿勢の変化を黙って見ていることはできないなどとする設立総会宣言文を読み上げ、リコール請求の流れを確認しました。選挙で約束したことを守らんきゃ、やっぱり市長であってはいけないと思うんです。基地建設反対ね、ということ公約なわけで、それを守らない以上、市長であってもらっちゃ困ります。 市民の会は当面、署名を集める受任者や会員を増やし来月1日から署名集めを始めたいとしています。